じゃあこの順番で書かせていきます。お願いします。よいしょ。じゃあ、はい、これです。壁はないよ。はあ？最初に履いたのが多分新品最初に履いたのが新品で、次に新品ってこれで、これ、うん、次に履いたのが500キロで、最後が300キロ。500キロ間違えた、あの数字をね、これ、うん、これだと思う。あ、違う違う違う、これこれはあー、グダグダになっちゃった、うん、すごい。これが履かせた順番で、私の答えがこれです。え、マジ、うん、もう一回。じゃあ、テイク2ですね。さっき私がうっかり8秒してしまって、これですね、正しい数字、これでやっていきたいと思います。さっきのやつの感覚忘れちゃった、どうしよう最初のやつ分かんなくなっちゃった。ダメ、もうダメだよ。あー、分かんねえな。じゃあ最後はこれですね。はい、どうぞ。勘で書いていい？全然わかんないから勘で書こう。最初が、全然本当にね、やってみる？いや、いいよ。全部一緒、マジで。全部一緒の種類でしょ、服。でも劣化具合で変わるはずじゃない？そことか。ちゃんとカメラ一緒にこうやって。なんでわかんないの？逆に。そこ確かにあんまり変わってない、すり減ってないよね。1番が新品。
で、次が500キロ、次が300キロ。よし、これでいこう。はい、私の予想はこれです。ん ?2 番はあ、本当だ。いや、でも全然ダメだね。難しいね。ダメだね。今度はなんかあれか、味の当てしてみようか。あ、味当て、うん、テイスティング、そう、テイスティング。調味料でやるの。分かった。じゃあ次は調味料。じゃあ調味料でやります。以上です。調味料でやらないよ。匂いで当てる。あ、これでいきます。最初に行くやつ、うん、じゃあ最初これですね。じゃあ私うん、わかった。いいよ、次。はい、次これね。あ、匂い違うぞ。あ、匂い違う、匂い違う。酢っぽい匂い。むせとるやないかい。あれ、これやっちゃうともう企画が終わりだよ。まあでもいいでしょ、色で。これです。はい、じゃあ色描いておくね。色を描いておく。意外と全部臭くない。全部いい匂いだよ。嗅ぎたくない人のやつ。嗅ぐ？やだよ。すいません、キロは間違った、間違ってるかもしれませんが、色を嗅ぎました。これです。はい、終わり。よし。それヒントじゃない。なんで行くだけ向き違うよ、怪しくない。最初はね、間違いなく新品なんだ。これはもうね、新品の匂いがしたんですよ。問題はここよ。ここだな。白、黒、白黒、もう一個のやつなんて色って書いてある。黄色、黒木、黒木。はい、これです。よし、最初が新品で黒、次が300キロで白、最後が500キロの、だから新しい順だね。どう？色で見てください。間違えてます。黄色は間違えました。最初しか合ってないね。でも最初の新品はね、匂いで分かったよ。うん、でも白、白で、次白って感じじゃない？合ってる。あ、匂いで合ってる。やったやった。え？でしょ？でしょ？すいません。ここのキロは間違えたから。あ、本当だ。やった。匂いは当てれた。やったー。なんだよ。匂いで当てれたぞ。見たか。はい、バンザーイ。はい。やったー。匂いは当てられた。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 Twitter では日々の練習、食事などについて発信しています。よろしくお願いいたします。